いましたけどね。金が閉まってるところから参りましたけどね。おかえりなさい、ね、おかわりなく本当にお久しぶりの方、今日お見受けいたしましたからね、嬉しくなりまして、3年ぶりどころじゃないところでお見たりしてねー、よくぞ皆様ご無事で、これだから生きるのはやめられませんね。そのままダンシング、いつまでもシンギング、あなたとラフィー、笑う声と海に乾杯。生きるの大好きです、起きたらサーフィン、そのままシュノーケリング、いつまでもフィッシング、あなたとラフィー、笑う声と海に乾杯。そのままフライフィッシング、いつまでもキャンピング、あなたとラッピング、笑う声と山に乾杯。生きるの大好きです、起きたらクッキング、そのままドリンキング、いつまでもチル&イーティング、あなたとラッピング、笑う声の人に乾杯。それでアイ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 、自由のない世界で僕らは丘に上がった魚の家よ。生きるの大好きです、起きたらミュージック、そのままダンシング、いつまでもシンギング、あなたとラッピー、笑う声と海に乾杯。いいですね、ずっと同じとこ飲みます、この種子島はだってないからね、あのコンパクトで家で飲んでること多いですよ。どのお宅もね、それぞれ味があっていいですよね。で、あのお子さんいるとこもいるし、もう巣立ったおじいちゃんばあちゃんと飲むこともあるし、やってるわけなんですけどね、まあ
家って大事よねってそんな曲を2曲目Call
アップサウンド。ウイスキーにメスカルを混ぜて飲み干す。足が軽くふらついたらバッカスの縄張り。乾杯の音とともに明日を失え。人生は短い、人を恨む時間なんてない。それよりもあなたと腹を割って話したい。夜ごと咲き乱れる言葉の花を百花繚乱散りばめて人生飾りたい。それと私とあなた呼び出せるメラリーライン。夜が朝に壊れても来てるから、ね、パパとママ遠いとこなのに来てくださってね。でもこの時間大事よね。あの小さい時期なんてすぐ終わっちゃうよ。もう最初生まれた時赤ちゃんですから。あとどう早い人だと17、8区で旅に行ってるでしょう。種子島だとねフェリーで出ますからね。テープとかやるんですよね。こんな曲をお別れの季節、少し前の季節でしたかね。3月、4月、ね、桜が出て、そんな曲でございます。 Hey, hey, どうしたんだ baby、 桜風が吹いてるっていうのに、その風が少し憎い叫ばあの子はよく、どうしたんだ baby、 君らしくないけどわかるよ。狭かったその中が急に広いんだもんね。壁の落書きも割れちゃったガラスも破れて直したソファーも服も全部宝物。素晴らしい演奏でしたね。僕、トマコにねって言ったら